ギャスパー・ウリエルは、フランスの俳優。ギャスパール・ユリエルとも表記される。パリ郊外のブローニュイ・コールビアンクールで生まれる。両親ともに、ファッション業界で働いていた。パリ第8大学で映画を専攻。2001年に、ジェボーダンの獣で映画デビュー。2003年公開の、カゲローで、エマニュエル・ベアールの相手役に抜擢され、フランス国内で注目を集める。 2004年公開のロングエンゲージメントではセザール醤油棒若手ン優勝を受賞。2007年公開のハンニバルライジングでは若き日のハンニバルレクターを演じた。2010年シャネルの香水ブルーでシャネルのイメージモデルに採用されるマーティンスコセッシがコマーシャルフィルムを監督。2014年ベルトランボネロが監督するイブ・サンドーランの電気映画で ルミエール賞主演男優賞を受賞した、ハンニバルライジングパンフレット記載のインタビューなどによると、左利き、同映画で筆記用具を左手で持つシーンなどが見受けられる。左側方のエクボのような凹みは幼い頃、ドーベルマンに噛まれた傷跡、2005年から2007年まで女優のセシル・カッセルと交際していたが破局し、2013年から、 交際していたモデルのガエルピエトリとの間に2016年2月に男児を設けた。マーニック、ギャロリン、ガスパール・ウレル、ヒーティング・アップ・ムービーズ・ヘディング・フォー、ザ・フロント・ラインズ、ファインダー・アーティクルズ、http コロンスラッ www.findarticles.com スラッシュ p スラッシュアーティクルズスラッシュミエム1285 伊豆ズ一三十四、IN85637942007 年2月5日、閲覧。速報、普通アカデミー賞、2017セザール賞結果発表。2018年1月28日閲覧。ありがとうございます。